今シーズン最後のキアダキャスティングです。前回と、同じようにパヨに行くっていうことなんですけども、まあ、あれから、パヨに行って、エビングなり、キャスティングでポツポツ釣れてるっていうことで、まあ、今日が最後になるんで、最後に一発でかいの釣りたいなと思って行ってきます。
ぞ。おー、見えてきた。おるぞ、おるぞ。めっちゃ震えてますね。
料理屋さんやさすがに、うん、あ、僕らこれで分けますわ、じゃあ。はい。いい？うん。で、あの、お疲れ様でした。残念ながら、僕は、ノーフィッシュで終わってしまいました。止まったた、同戦者の方が、エビングで、人流し目に一発目で、かけて、ただ、時間がね、1時間40分。もう30メーターぐらいまで上げてきて、また今度、100メーターまで、ま、ラインが出ていくっていう状況が、1時間40分ほど、経って、まあ、諦めずに、その、やり取りして、立派な40キロっていう、メバチマグロっていうのが、上がってました。おめでとうございます。で、エビングってね、僕、初めてちょっと見たんですけど、こんなちっちゃい、ワームでやるんですよ。で、まあ、僕もともとバッスリばっかしてたんで、もう僕からしてもただのヘビキャロにしか見えないんですよ。でも、こんなちっちゃいワームに、針もすごく小さいんですよ。こんなんでよく、釣れるんだなっていう風にしかもう全然思わなくて、もうすごく、もう、ハテナマークがもういっぱいでした。あ、でも釣れるんですね、本当に。本日、当選された方、また選手さん、ありがとうございました。最後に、当選者の方から、ご好意で、ペパチマグロをちょっとブロックでいただいたんで、また、ちょっと食べてみようと思います。で、まあ、今シーズン、3月から、キハダキャスティング始めて、まあ、9月まで、延べ11回、乗船、しました。まあ、その結果として、まあ、キハダマグロは、3月に一発目釣れた12キロの引っ下げと、あと5月に釣れた、42キロの2匹のみになりました。でもね、他に、バイトとか、マグロ釣って、チャンスっていうのはあったんですけど、ちょっとね、その僕の経験不足っていうことで、なかなかその、キャッチなんで、キャッチというか、まあ、ヒットに持ち込むことが、できなかったです。まあ、ただ、前年と比べて、ルアーの動かし方とか、キャストする方法とか、まあ、そういった点は、まあ、前年よりかは、ちょっと進歩したかなとは思います。まあまあ、これに諦めず、また来シーズンも、ちょっと頑張ろうと思います。いろいろとね、アドバイスしていただいた方とか、いろいろその、インスタグラムなり、YouTube の方でコメントをいただいた方々、ありがとうございました。まあ、この、全然釣れないっていうのは、僕だけじゃないんだと。いろんな方、皆さん、なかなか苦労されてるんだなっていうことが、わかりました。で、本日の動画、ここまでです。また上げていくんで、また今後ともよろしくお願いします。